くこのイベントを始めていきますが、その前に一つだけお願いしたいことがあります。皆様のカメラや携帯電話などにぜひですね、可愛らしいベルーガたちの写真を収めてほしいんですが、その時にフラッシュが光ってしまいますと驚いてベルーガたちがどこかへ行ってしまうかもしれませんので、フラッシュだけは光らない設定にしておいてください。どうかご協力をお願いいたします。はい、それでは時間になりましたので早速始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、大きな声でありがとうございます。本日は暑い中名古屋港水族館にお越しいただきましてありがとうございます。今日はですね、ベルーガの飼育係をしています高見が解説をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本日ですね、ちょっと狭くなっておりますが、皆様譲り合ってご観覧いただきますようお願いいたします。さあ、それではですね、まずはじめにこの変わった生き物ベルーガについて少し紹介したいと思います。日本の数ある水族館の中で現在ですね、5つの水族館にしか飼育されていない少し珍しい動物です。野生では北極の周りに暮らす生き物です。とても寒いところに暮らしているので、体にはたっぷりと脂肪がついています。コートの役割をする脂肪は暑いところではなんと20センチもの厚みになるんです。この脂肪で体温を守っているんですね。そして北極の海には氷が浮いています。その白い氷と同じ体の色をすることで敵であるホッキョクグマやシャチに見つかりにくくするため、体の色が白くなっていると言われています。さあ、またベルーガたちの背中には背びれがないのに気づきましたか？背びれがあるとですね、氷にぶつかってしまうため、ベルーガの背中には背びれがなくなったと言われているんです。さあ、こんなですね、ベルーガを名古屋港水族館では6頭を飼育していまして、今回のイベントは3頭が登場します。ぜひですね、覚えてあげてください。はい、さあ、それではですね、最初からちょっとガラスの前に来てくれていたベルーガをまず紹介したいと思います。名前はナナと言います。それではこちらにやってきてもらいましょう。はい、さあ、ナナです。現在12歳です。はい、やってきてくれました。ナナ、皆さんにご挨拶しよう。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。首がとってもよく動いていますね。ちなみにこの首は横にも動きます。はい、とても上手ですね。ナナはですね、名古屋港水族館で生まれたベルーガなんです。7月の25日に誕生日を迎え12歳になりました。とても芸達者のベルーガです。はい、ナナちゃん、ありがとう。とっても上手でしたよ。さあ、それではですね、今度はオスのベルーガを呼んでみたいと思います。名前はニコと言います。ニコはですね、まだこちらに来る練習中なので、はい、ガラスの前に少しの時間しかやってこれないと思いますが、皆さんぜひ見てあげてください。はい、ニコ、ここだよ。体が斜めですね。はい、さあ、ニコ上手だね。今日は体がちょっとまっすぐになっているような気がします。はい、ニコ、ありがとう。はい、ついね、先日まで体が本当に90度で回ってしまうような、とっても体勢が悪かったんですが、今日はね、まっすぐ向いてくれていました。体がとても大きいのが分かりましたか？ニコは名古屋港水族館の中で一番体の大きなベルーガで、体長は4メートル以上、体重もなんと1トン以上あります。とても大きな体をしていましたね。さあ、こんなですね、ベルーガたちの体を支えているのはたくさんの餌の魚です。毎日たくさんの餌の魚を食べています。現在名古屋港水族館で揚げているのは3種類の魚です。まず1種類目、この銀色の魚、なんだかわかりますか？これはニシンと言います。お腹に数の子が入っていることで有名ですね。そして2種類目、この茶色っぽい魚です。はい、これはですね、ホッケと言います。
焼いて食べるとね、身がホロホロとしていて美味しいですよね。ちょっとね、見なかったことにしてくださいね。そして3種類目、このひょろっと細長いの、これはですね、イカナゴと言います。皆さん聞いたことありますでしょうか。もっとですね、小さなものを佃煮にして食べるようなことが多いですね。このイカナゴ、ちょっと変わった性質を持った魚でして、皆さん魚というと海の中や水の中をですね、泳いでいるイメージがあると思うんですが、実はこのイカナゴ、まあ、もちろん泳げるんですが、この海の中の砂の中に潜れるんです。こうやって砂の中に潜って敵から見つかりにくくしていたり眠っていたりすると言われています。このことから英語ではサンドイール、砂のうなぎなどとも言われているんですね。この砂の中に隠れるイカナゴ、ベルガたちとても大好きで食べていることが知られているんです。どうやって砂の中のイカナゴを食べるんでしょうか。今日はですね、それを皆様に見ていただきたいと思うんですが、砂を用意するのは大変ですので、実験装置で再現してみたいと思います。はい、さあ上から実験装置が降りてきました。ちょっと手作り感たっぷりですが、もう少しちょっとね、左側に寄ってもらいましょうね。今日ちょっと最近ちょっとこちらのですね、工事によりましてね、そちらの壁がね、邪魔で見れないかもしれませんので、ちょっと左側にね、寄せていきますね。さあ皆さんにご覧いただきたいのはこの透明の筒の部分です。ちょっと今見えないと思うんですが、中にはイカナゴがたっぷりと入っていますが、直接口は届きそうにありませんよね。どうやって筒の中のイカナゴを食べるのでしょうか。さあそれでは皆さん、じっくりと観察してみてください。さあそれではナナがやってきてくれるそうです。さあナナが、はい、姿を見せてくれました。どうでしょうか。しっかりとイカナゴが食べられていましたね。はい、さあ皆さん、どうやってナナは食べていたか分かりましたか。あ、なんか吸ってるという言葉が聞こえますね。その通り、吸い込んで食べています。ですが吸うだけではありません。今分かりましたか。水を吹いてるんですね。はい、水をイカナゴに向かって吹くことで筒の中で水流が生まれます。その水流に乗って口元まで来たところを吸い込んでいたんですね。はい、ナナとっても上手でした。今度はですね、先ほど来てくれなかったベルーガ、グレイがやってきてくれます。グレイはですね、大人のベルーガでとっても、はい、真面目な性格をしているベルーガです。はい、さあそれではグレイがやってきてくれると思います。グレイはですね、ナナよりもとっても上手だと思いますのでご期待ください。さあどうでしょうか。残り少ないかなのですが、パワフルに、はい、水を吸ったり吹いたりしながら食べています。あと2本かな、もう1本、ああもう1本いいやという感じで帰ってくれていましたね。しっかりとですね、残り少ないカナゴも水をピューピューと吹くことで水流を生んで、そして口元まで来たところを吸い込んで食べていたんですね。とっても上手に食べられていたとは思いませんか。もちろんですね、野生界にはこんな筒はありませんので、砂の中に隠れているイカナゴをめがけてビュッと水を吹いて砂ごと舞い上がらせてイカナゴだけを吸い込んで捕まえて食べるんですね。はい、なかなか変わった狩りの方法だとは思いませんか。水族館では私たち飼育係が魚を口の中に入れていますが、今もこの出館でもですね、野生のベルガたちはこうやって狩りをしているのかもしれませんね。さあ今日はですね、この不思議な魚の食べ方ご紹介しましたが、最後にですね、この口を使った特技を皆様にご紹介したいと思います。さあそれではですね、先ほどよく食べてくれていたグレイをこちらに呼んでみたいと思います。はい、さあグレイがやってきてくれました。それではですね、グレイのバブルリング、あ、言っちゃいましたね、バブルリングは上からやってきますのでご紹介したいと思います。皆さん上の方を見ていてくださいね。
さあ行きますよ、せーの、うー、どうでしょうか、今日とっても上手、上手だったね、すごいね。もう一回できる、もう一回やろうね。はい、もう一回。さあ同じようなところからやっていきます。さあ行きますよ、それ、おー上手ですね、グレー上手。はいね、自分でもね確認しているような感じでしたね。ちょっと口から本当に出ているのと思われるかもしれませんので、ちょっと口の、はい、からちゃんと出ていることを皆様に見せたいと思います。一瞬ですので見逃さないようにお願いしますね。それ、はい、わかりますか、もう一回。はい、上手ですね。さあグレーもう一回ね、いくよ。わかりましたか、ちゃんとね口からリングができていましたね、とっても上手でした。はい、口の中も見せてね。しっかりと歯も生えています。はい、グレーとっても上手でした、ありがとうグレー。とっても真面目な性格をしていて、とっても頼りになるベルーガなんです。さあそれではですね、バブルリングもご紹介しましたので、そろそろこのベルーガのイベント終了とさせていただこうと思います。最後はですね、最初に活躍してくれたナナがこちらに皆様へお別れのご挨拶に来てくれるそうです。はい、さあそれではナナに来てもらいましょう。皆さん、ナナがこちらに来たらですね、両手を前で振ってみてくださいね。いきますよ、せーの、バイバーイ。はい、どうでしょうか、胸びれを振って皆様へさようならとご挨拶をしてくれています。はい、ありがとうございます。それではですね、以上でベルーガのイベントを終了とさせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。お願いいたします。この後も長屋港水族館をごゆっくりとお楽しみください。